ルボンにうんそういうの子供は言うようなセリフはもう言われん方がいいよ小布り。俺小布りはなんか意外とちゃんとしてるかと思ったんだけどなんだガキなのかやめろよそれなあちゃんと話せるかなと思ったのに ああもう、うん。まあスルーだし、あんまりご利用しはやめれば、たまえもん。いや、たまえもんさんが、そこまで言ったとしても、俺、何かあなたに返せるものがないんだよ。その、借りたものは返すんだよ。お金はね。 それ以上に、なんか俺、うーん、返せるものがあるかなって思ったら、あんもねえかなっていうのがあるから。いや、配信はそうだけど、配信はやるよ、そりゃ。うん。あ、まあ、ヒデさんもね。 いや、うーん、だけど、じゃあ俺何ができるのかなと思った時に考えるじゃん、俺そんだけのことできるかなって思うのよ。 ほんとに自分の力のなさをまざまざと感じてるよ今うんクソ野郎だな俺はって思ってるからなんであそこでターボ直っちゃったんだよなんだろうなでもね俺ね 黄色信号を3回出してんだよ、うん、そうそう。 帰ってってて、うん、何度も言ったの「もう帰って」って「お金いらないから帰って」ってだって何の意図を持って俺の店に来たのかもう見えたからで居座ることがう,ーんうんまあ本当に嫌だったっていうか やっぱ俺にはちょっとタイプ的に合わないなうんそうそうだから手を出したことは正当化できないだからもちろん俺が悪いのだからそれは俺が悪いんだってだからもうそれはみんなにもう,もう言ったじゃん だからタイプで合わないのは最初にはもう分かってんだけどだから合わないなら合わないなりにもううちの店からは帰ってもらえたらいいなってでうーんもう一個先に。 もう後に言えば、ゆきちがあの野郎をまた俺の店に呼んだこと自体がクソ野郎だなって思ったの。ゆきちはクソ野郎だからね。だからもう俺はあいつとは付き合いたくねえって思う ゆきしがお前呼んだんじゃねえかよ、俺の店によ。あのクソ野郎がよ。だから、もうあいつとは、あいつが俺に謝りたいとか、昨日の香川の LINE で、ゆきしが謝りたいって放送外でって言ってきてるけど、おめえなんか、もうどうでもいいんだよ。クソがよ。 そうだよ呼んでいい?」って言うから「おいこいつ本当ににぶ気なんだ」って思って「おい、いいよ」って言うよで本当に呼んだんだこのバーカーってそこだよこいつ本当に呼んだんだバーカーってまあこいつとはもう付き合いできねえなって思っただけいや付き合わないよだから俺香川の店に諭吉がいる時は香川の店に行かねえから。 俺はカガ君とは話はしたいとは思うけど、あのバカいるときは絶対行かねえから。あ,あいいって言ったら呼ぶよ。だからバカなんだよ、あいつは。まぬけだよ。はい。 まあ、ゆきちくん頑張ってくださいよ、放送。君は、エンストだね。ガスケツになったのかな、そろそろ。30人ぐらいで。まあ、そのネタやって100人行ったらいいんじゃないですか。僕は、あの、普通にここに座って、 人のネタやらなくても、まあ、あ四五百人は来ますんで。俺よりマシだったら言ってやれよ。応援してやれよ。あ、あの一ビリ男をよ。は <laughs> <laughs> なあ俺んとこ来ねえでよ。 頼私はもう無,無理だよ、うん。だったら俺よりマシだったらそっち行っちゃって応援してやれよ。バンバン花火上げてやれやいいじゃねえかよ。な小僧によ。 売名はくんところですんのか誰が待ちぼうけお前ちょっと勘違いしてねえかうなちゃんマンに「売名」っていう言葉はないからおいおバカじゃんじゃねえのうなちゃんマンに「売名」って言葉はないんだよ なんでかわかる俺がトップだから。俺に売名してくる奴はいるかもしんねえけど、俺が誰かに売名することは絶対ねえから。誰に俺が売名すんだよ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、この野郎。ああ。なめてんのか、俺のこと。おい。 腐ってもうなちゃんマンだからな、俺は。今でもトップだよ、俺は。ぶっちぎりで。遠慮して、他の奴らが頑張ってるから、頑張れよって言ってるだけの話で。じゃあ、どこの舞台に立ったっていいよ。 どの配信者が、じゃあ100人配信者並んでるとこに、俺一発、ポーンと俺入ったら、俺トップでい,いけるからね。存在なんだよ。石川に勝ってからすいません。のりちゃんとも。 やりましたけどはい、まあ、全部仕切っちゃいましたんですいませんだのノなんか無理だろうおめえよあんなのよケつけっパラって終わりだよあんなのだから50万も払えないトップそこで他の配信者はお金なんだよ 俺は別に金いらねえんだよもう本当にそこそこでいいよだから石川キャストがな5200人いるうん確かになすごいなって思うよでも現場にパーンって 入った時にはああいうことですみんなそういうのは見てなかったことになるのかな仕切りは俺だよなあ俺ノーギャラでも行くんだよ 一円ももらってねえよ。まあ。あのイベントは。用分だから、子供じゃねえかよ。うん、もう、お前ちょっとそこ、下がってろって終わりだから。だから俺金をもらってねえっつってんだよ、グミ。 コッパだよ。ヨーバンなんか。うん。ホープに謝るトップさの。それはオーブさんに対して、ね。悪いなと思ったことを言ったときには謝るよ。うん。 だからお前らはさ、俺をどうしたいのかを、いいよ、俺、お前らが俺をどうしたいのか言うんだったら、ちょっと考えてもいいよ。面白いじゃん、それは。サ野をどうしたいのか。腹でも2000人だろう。あ、バイシャや。 おー大したもんじゃねえかよ。おわこんだったらもうお前ら俺にガンちゃんな俺がおわこんだと思うんだったらガンちゃんなもう求めるなよ。 っていうか、もう俺のリスナーやめちまえ。さの面白くねえよって。呆れたよって。やめちゃいいの。うん。そうだろそれでいいんだよ、俺カンちゃんよ。俺だってカンちゃん一人いなくなったって俺別に困ることねえから。 だからニーズがないっていう人はこぶなだったらやめろ早めにやめとけ俺それで別に怒ることないしうん俺大丈夫だよ全然平気なんだよ 俺はやめない。うん。なぜならば、俺はゼニカ金を欲しくて配信を始めた人間じゃないから。そういう下水スタートをしてないから。ごめんな。 ただ、たまたま、配信で、お金がケツからついてくるようになったから、今、助かってるとこはあるけど、もともとは、そうじゃないんだ。スタートはね。ああ、もう、ガンちゃんいいよ。もう、来なくていいから。今の話なんか君とはしたくもないし。 もう君はもう俺のリスナーじゃないって思ったから。ごめんね。次どんなコメントしても、もう君はもうどうでもいいんだ。すいません。さよなら。うん。いや、偉そうっていうか、偉いんだもん。だって俺。だって、 お前ら、どこの放送来てんのうなちゃんマンの放送来てんだよ。じゃあよ、うなちゃんマン以外の放送で楽しいとこ行きゃいいじゃねえかよ。俺別に行ったっていいんだよ。あんたらが。どこ行こうはいいんだよ。好きなとこ行けよ。 ん何しにこに来てんだよいや別に復活する必要ないんだよ普通のことを言ってて神だから俺はまあ言っちゃったけどね まあ、ある意味、俺の放送は宗教だから。うん。病みつきなんだよ。やめらんねえの。逃げ出れねえの。逃げ出せないんだよ。俺が掴んで握った気持ちは絶対離さねえから。 大家觉得。